今日は、こちらの GSR、はい、250S で、やってきておりますけれども、はい、そうですね、皆さんコスパという言葉にはね、弱いと思いますけれども、コストパフォーマンス、うん、魅惑の言葉ですね。で、このコストパフォーマンスというね、言葉に関して、最近買ったバイク、はい、の中で、特に、コストパフォーマンス、はい、これに、優れているバイク、サラナミの場合は、どれかと、ちょっとね聞かれたことが、はい、ありました。で、それに関してね、今日は一本、動画を撮っていこうかなというふうに思います。はい、果たして、今日乗ってますこの GSR コストパフォーマンスがいい方に入るんでしょうか、どうでしょうか。はい、じゃあやっていこうと思います。皆さんも、まあね、いろいろバイク以外もそうだと思いますけども、買い物をされた時、はい、買い物をされた時に、おっ、これはちょっといい買い物したなって思う時ありませんか？あるよね。ああ、これ得したなと、思うしね。まあいい気分になるものですけれども、まあこれはね、ことバイクにおいても、まあ例外はないと思います。はい、買ったバイクに対して、お、これはいい買い物したな俺。まあいい買い物しちゃったよ。得しちゃったよって思う買い物もあればですね。まあ当然ながら、まあ価格相応だったなと、うん、まあこれだけ、お金を払ったけれども、まあ大体同じぐらいの、まあ、見合うような価値だったなと、はい、思う買い物も確かにありますし、中にはね、これはちょっと高くついたなとこれはちょっと、どうだったかな、失敗だったかなって、損したかなっていう思うような、まあ、買い物っていうのもね、中には、はい、当然あると思います。はい、皆さんもねそれぞれ、あると思うんですけれども、じゃあ今日はですね、そんな中で、空波取りが、まあ、最近ね、ここ10年ぐらいの間で、購入したオートバイ、まあ、リターンしてから、リターン後っていう形でいいですかね、まあ、これは良かったな、これは儲けたぞ、これは得したなって、思うようなね、入手を、したオートバイを、5台、はい、厳選して今日は、まあ、ご紹介したいなと、はい、いうふうに思います。はい、まあそうですね、これに関しては、まあ買った購入金額もありますし、その後のね、まあ付加価値なんかも、まあ、そうですね、加味して、最終的にどうだったかと、いうところが、まあ一応ね、含まれているということだけ、ご了解いただきたいなと、はい、いうふうに思います。はい、じゃあ買ってよかったな、まあ買って得したな、はい、というオートバイの、はい、まず第5位、はい、第5位いきます。こちらは、やはり、リターンした時に、買ったオートバイ、まあこれは新車で買ったんですけれども、PCX125、はい、このバイクは、新車で買ったんですけどね、はい、まあ、当時、そうですね、30何万円だったかな、と思いました。はい、そうですね、でとにかくね、このオートバイは、本当にもう久しぶりにね、数年ぶりにこう、スクーターというものに、こうリターンしたわけなんですけれども、その時にでも驚愕しましたね。はい、まあ、当然ですけれども新車価格としての、車体もね、まあ、金額も、まあ、さることながら、やはりこの燃費、はい、燃費には本当にびっくりしたし、そしてその、まあ、走行性能、それから走破性、全てにおいて、これはいい買い物したなっていうのが、まあ、リターンした直後の、空波の、まあ、本当に素直な、感想だったと思います。実際ね、まあ、空波がリターンしたオートバイっていうのが、この PCX ではなかったら、はい、もしかしたら、まあ、その後のね、空波のこうバイクライフっていうのもちょっと変わってきていたかもしれないと思うぐらい、この PCX でオートバイには、もう驚愕しましたし、衝撃を覚えました。はい、まあ本当にね、スクーターって初めはちょっとねバカにしてたんですよね。はい、ですけれども実際乗ってみると、本当にまたがって乗るっていう感覚がオートバイに非常に近いものがありましたし、とにかく乗っていて乗り心地良かったですね。うん、でそれでいて、僕の場合はこの PCX で、林道も走ってました無茶するなよ。はい、普通にね結構な林道も、走ってました。それで
でいて、まあ、どうでしょうね、まあ、リターンして1年ちょっとでしたかね、まあ、1年半ぐらいだったかなと思うんですけれども、その間に、まあ、下取りに出してね、他のオートバイに変えたわけなんですけども、下取りで取ってくれた金額っていうのも、結構いい金額で取ってもらえたので、本当にね、リターンする際にお世話になったという点と、それから、まあ、燃費、そして走行性能、走破性、全てにおいてこれはすごくこう買ってよかったかな、満足度高かったかな、お得だったかなって、思うバイクだったと思います。はい、ということで、第5位は、PCX。 はい、はい、続きましてじゃあ第4位、はい、第4位いきましょう。第4位、こちらは、ヤマハ、YBR125G 、はい、何せ0円ですただでもらいました、はい、まあ、ただし不動でした、ですので、このオートバイを、まあ、動かすためにですね、かなり、手間がかかりました、まあ、そういった意味でも、実際はね、購入する金額というかいただいたので0円なんですけれども、動くようにするまでのそうですね、まあ、労力っていうんですかね、はい、でそれからその後もね、このオートバイに関しては、キャブのアイシングを起こしたりだとか、まあ、いろいろ結構トラブルはありました。でその都度ね、自分で、考えて自分で解決すると、いうある意味その根性根性がついたという点では非常に、こう感謝をしたい、オートバイなんですけれども、やはりね元の、まあ、買い値っていうか頂き値が0円なだけにこれのコストパフォーマンスっていうのは、まあ、もう巨大なものがあったかなと思います。でこのバイクが、なくてこのバイクと出会ってなかったら未だに空波はおそらくですけれどもオイル交換でさえ自分でやらずにレッドバロンさんに頼んでたと思います。でましてやタイヤ交換だとかね、電装を自分でつけるとかそんなことしなかったと思いますのでそういう意味では非常にね、ありがたくて感謝、するバイクなんですけれども、まあ、ただやはりね、いろいろ、まあ、勉強にはなったとはいえね、いろいろこうとにかく手間がかかった手間がかかったしトラブルが多かったね、はい、ということで、まあ、その辺が差し引いての4位になるかな、はい、ということで、第4位、はい、第4位は、ヤマハ、YBR125G でした。はい、まあそしたらですね、第4位ちょっと短かったね、はい、第3位、はい、第3位は、こちらは、スズキ、はい、GN125H、はい、これもね、ほぼほぼその波の知り合いが、新車で買って、その後ね、その方が、地方に、転勤になってしまったということで、まあ、輸送費もかかるし、まあ、持っていくにもちょっとしんどいと、自分で乗っていくにもね、非常に遠くに転勤になりましたんでね、下道しか走れないからね、GN は、自分で持っていくのもしんどいし、運ぶにもすごくお金がかかるし、また帰ってくる時にも運んでもらわないといけないと、まあ、そういう形で、買ったところに、まあ、買い取ってもらおうということで、買い取ってくださいと言ったらですね、まだほとんど鳴らしも終わってないような状況なのに、ほとんど本当にスズメの涙のような金額を提示されてしまったというかわいそうなオートバイですね。そんなところにですね、まあ、オートバイ気違いの空波という知り合いがいましてねその空波にその話を持ってったらその方はプラス、1ユキチぐらいでもいいので買ってもらえませんかと、言われたので、まあ、僕もね、その時には申し訳ないんですけど GN125H ってあまり興味がなかったんですよ見た目もちょっと、まあ、好きな見た目ではあるんですよ。オールドルックで好きな見た目なんですけどなんかちょっとアメリカンっぽいっていうか、まあ、あまりこう金銭に触れるようなデザインではなかったので、あ、まあどうしようかなっていうような形だったんですけどね、まあ、ただあまり、本当に引っ越し代金もね、こうままならないというかお金があんまりないんでなんとかっていうふうなことで言われたので、まあ、いただいたんですよね。そのプラスちょっと色つけましたよ。でもそれでもね、5万円ぐらいだったと思いますけどね、まあ、
の GN125H をね、入手しました。はい、そしてこの入手したらね、まあこれも1年間ぐらいしか実際は乗らなかったんですけれども、GN125H はね、本当ぶっちゃけすごく良かった。はい、パーツのね品質も良かったし、本当によく走るし、まあ故障もねなかったですね。で非常にいいバイクだったんですけどね、まあグロムとか変えてしまいましたけれども、うん、まあただ入手した時の金額よりも実際僕いろいろまあ変えてたっていうのもあるかもしれないですけれども、下取りはね僕が買った金額よりも高かったですね。はい、そういう意味でもプラスで返ってきたということで、非常にコストパフォーマンス良かったんじゃないでしょうか。まあでもね、GN はね、正直、もうちょっと所有していたかったなっていう気持ちもあって、まあ置く場所ですね、まあ税金も特にねそんなにかかるわけじゃないし、置く場所さえ確保できるんだとしたら、もうちょっと、はい、個人的には、取っておきたかったなというふうに、はい、思うバイクでしたね。はい、そうしましたら、続きまして、第2位、はい、第2位、に行きたいと思います。今乗っております、はい、この GSR250S です。はい、このバイク、コスパいいと思いますね。はい、まあ、正直本当に、びっくりしてますこのバイクは。はい、まあここまでねいいとは正直期待してなかったんですよね。まあまあこんな感じかなっていうところと、まあ、自分の思惑とね、合致したっていうこともあるんですけども、その合致した以上に、全ての面において、乗りやすさであったり乗り味であったり、まあ、便利さであったり、まあ、積載であったり、全ての面で僕が思っていた以上の仕事をしてくれていると。うん、まあ初めはね、V ストローム、はい、ベルス X、まあ、そういったような 250cc で、積載量がたくさん取れて、まあうん、そうですね、故障しにくい、うん、比較的年式の新しいバイクをと、思ってバイクを探していたんですが、さすがにやはりそのあたりのオートバイというのはどのオートバイも金額が高くて、なかなかちょっとね空並みの予算内に入るというオートバイが、なかった中で、この GSR250S というバイクは、それでも30万円台で非常に安く手に入れられたかなというふうに思いますね。30万円台で、手にした、この GSR250S ですけれども、そのオートバイは、50万円台で初めに欲しいなと思った、V ストローム、はい、こういったような、オートバイに、負けないどころか、むしろ個人的な満足度としては、その辺の金額的な面を除いたとしても、非常に、その思っていた以上の、まあ、僕の個人的なその思いでは、V ストロームを超えてくれているんではないかなと思うぐらい、非常に満足しております。まあ、これ全てにおいて満足、燃費、乗り味、乗り心地、積載性、そしてデザイン、デザインはねいろいろ賛否あるかと思いますけれども、個人的には、これは非常に僕は今、自分でカスタムをした、後の、この GSR に関しては非常に満足がいっておりますので、これはいい買い物したかなと、うん、まあ本当は初め期待してなかった買い物ほどね、実はその後ねこれはいい買い物だなっていうのが、実際は多いですよね。そうしましたらですね、まあ、買って得したな、良かったなって思うオートバイ、第1位、発表に行きたいと思います。はい、第1位は皆さんもなんとなく分かっていらっしゃるかもしれませんけれども、はい、第1位は、川崎エストレア、はい、です。間違いないです。で、まあね、エストレアって皆さん、思うかもしれませんけれども、今でさえエストレアって結構高いですよね。高いよね。まあ、特に空波が乗ってるようなね、キャブの RS、まあ、前後ディスクの、バイクなんていうのはそれほど今でもね人気があるわけではないので、そんな金額がいくとは思えないですけれども、まあ、それでも今買うとエストレア高いと思いますよ。はい、ただ
ただ、僕がエストレアを買った時っていうのは、そうですね、今から5年前ぐらいになるわけなんですけれども、これは、まだエストレアっていうのがそんなに、人気が、なかった頃なんですね、ほぼほぼ人気がなかった頃、ですので、ソラナミが買ったエストレアって、多分23万とかそのぐらいだったと思います。はい、今からだと多分ちょっと考えられないよね。はい、しかも、その当時ね、まあ、外装も、まあ、エンジンの、まあ、錆び具合とかね、その辺も、含めてね、フレームも含めて、室内保管でね、非常に、状態はいいなと思ったエストレアでした。はい、そんなエストレア今買ったら結構すると思うんですよ。でも当時は23万円で、しかも、全くこのオートバイは、それなりに期待していませんでした。まあ、その時まで乗っていた、通勤に使っていた FTR っていうオートバイがね、非常によく走っていいオートバイだったんだけれども、まあ、いかんせんガソリンのね、タンクがちっちゃいということで、あまりにも通勤で使っていると、こう給油がめんどくさいということで、まあ、できるだけね、250cc で遅くてもいいから、タンクの大きいオートバイが欲しいなという、まあ、理由だけで本当にそれだけで、乗り換えたというか選んでしまったオートバイなんですよ、エストレアっていうのは。はい、それがどうですか。まあ、今やもうどっぷりですよ。頭 の先っちょのつむじまで使ってますこのオートバイの魅力に。で、まあ、自分でね、そのオートバイの魅力に使っただけでなくて、まあ、その魅力をね、余すところなく動画を通じてね、皆さんにお伝えできたバイクなんじゃないかなというふうに思っております。はい、ですので、このエストレア、はい、このエストレアが、ソラナメが今まで最近買ったね、オートバイの中では、おそらく一番、まあ、そうですね、買ってよかった、まあ、買って得した、コスパが良かったとソラナメ的に思えるバイクなんでないかなというふうに思います。まあ、ちなみに23万円という金額はね、まあ、今としては安いけど、一般的には高いじゃないかって思われるかもしれませんが、皆さん、エストレアの関連の動画が稼いでくれた金額っていうのは相当ですよ。ですので全くそれを考えると、ペイできてます。はい、ということで、今日はですね、ソラナミが、買ってよかった、もしくは買って得した、コスパが良かったと、思えるようなですね、オートバイ、最近買ったオートバイの、5台、はい、これをね、紹介させていただきました。